桧原神社です。元伊勢の、まあ、一番始まりと言われていますけれども、大神神社と書いて三輪神社と読むんですが、そちらの、ちょっと山の上の道を歩いてくるか、車はちょっと難しいんですけど、多分県道55線からずっと帰ってきた方がいいと思うんですが、一応駐車場はあります。ただ車高の低い車はちょっと厳しいかなと思うんですけれども、見ていただければ分かると思うんですが、こちらの、豊月宮はお社ありますけれども、もともとお社がないという形です。なので、いわゆる参拝殿とか本殿とか拝殿と言われているものがないっていう状態ですね。鳥居はありますけど、その後ろにはいわゆる 神社とこうイメージされているようなものがないんですが、でも、まあ、何回か来るうちにここのなんていうかありがたみが分かってくるというか、そんな感じの神社ですね。御朱印は後ろの方で社務所があるので、そちらでお受けしてますので、そちらでもらっていただければと思うんですけれども、不思議な感じなんですけれども、社殿とか拝殿とか本殿がなくてもありがたみを感じる非常に素晴らしい神社だと。